日本で人気のスポーツの一つでもあるサッカー、宮崎の地元チームの活躍も期待が高まりますよね。まあ、でもサッカーを始めたいけどなかなか一歩勇気が出ない、はい、そんなあなたにおすすめのスポーツがあります。それがウォーキングサッカーです。今日は私が体験したいと思います。今回ウォーキングサッカーを紹介していただくのは、新富町を拠点に活動を行うビアマテラス宮崎の選手の皆さんです。ビアマテラス宮崎は2020年に発足したクラブチーム。昨年はなでしこリーグ2部を無敗で優勝し、2024年のシーズンは1部優勝、さらにプロリーグであるウィーリーグ参入を目指します。さあ、今ノリに乗ってるビアマテラス宮崎の皆さんにお越しいただきました。お願いします。で、皆さん普段試合とかこう練習とかでもお忙しいんじゃないんですか？はい、もちろん練習も行っていますが、選手のほとんどは新富町の地域おこし協力隊として営業や農家のお手伝いなどさまざまな職種をこなしています。じゃあもうそういうサッカーのこと以外のことも結構されてるということなんですね。すごいですね。今回はウォーキングサッカーを一緒に紹介していただけるということなんですけど、改めてウォーキングサッカーってどういうものなんでしょうか？名前の通り歩いて行うサッカーのことで、私たちも遊びで取り入れたりもしますが、イベントなどで子どもたちや一般の方と楽しく体験します。聞くところによると健康にもいいというふうに聞いたんですけど、そうなんですか？はい、ウォーキングサッカーは走らず試合中はほぼ一定に歩き続けるので、その活動量も軽いジョギング以上の数値になります。体に強い負担負荷をかけずに長い運動が可能ですので、健康増進、認知症予防、介護予防など運動療法としても注目されています。でも健康にいいっていうことで、もう今日私ちょっと体験したいと思うんですけど、また選手の皆さんと一緒にできるというところでワクワクしております。今日はせっかくなので、みんなで一緒に基本的な練習からやってみませんか？はい、いい笑顔、ぜひもういろいろ伝授していただきたいと思います。まずは基本となるボールを蹴る練習をしてみましょう。はい、インサイドキックっていうもので、軸足をボールの横に置いて蹴らないほど足ってことですよね。はい、膝を軽く曲げて、つま先はパス出す方に向ける。くるぶしの下の部分でボールを押しやすいイメージでパスをする。膝を軽く曲げて、そう、上手です。上手？はい蹴る前にまず相手を見て位置を確認してから、はい、蹴る瞬間はボールを見るような、あそこにいるな、行くよみたいなのがあって、はい、もう蹴るときはボール。はい、そうです。次にサッカーの基本となる止める蹴るの練習となります。止める蹴る、それはどういうものなんですか？これです。あ、もう今まさにこれやってる。止めて蹴る。はい、止める蹴るはサッカーの中で基本的な動作なのでとても大切です。スパイクの側面で止めます。止める時には次の蹴る動きができやすいようにトラップ。トラップって何ですか？トラップは止める動作になります。あ、がトラップって言うんですね。はい、すいません、用語を知らずに挑んでますんで私。 OK。はい、ちょっと普段のパスのちょっと強さを私にもらっていいですか？はい、いきます。はい、おい、はい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 、こうまっすぐ来たからいいけどね、勝手に当たったからいいけど。最後にシュートの練習をしてみましょう。はい、キックにはいろんな種類があるんですけど、今回はインステップシュートを覚えてもらいます。はい、インステップシュート、はい、どういうやつですか？
足の甲でシュートを打つんですけど、はい、まずちょっと選手に見本を見せてもらいましょう。はい、はい、お願いします。いきます。はい、おーゴール倒れそうでしたけどだから今ここに当たったってことですもんね。はい、しっかり当たってこうな蹴れるっていう。はい、ちょっとここら辺で軸足を置いて、うん、からこのままこう蹴るように。こう、はい、で、あ、そうそうそう、強い。おー、当たった。うんうん。さらにトラップからのシュートを練習し、実戦に向けての準備を整えます。さあ、これまでいろいろご指導いただきましたが、いよいよウォーキングサッカーの試合をしていくということですね。ウォーキングサッカーはその場に応じて自分たちでルールを決めて楽しむスポーツですが、基本的な禁止事項があります。まず走行は禁止としますが、早歩きは可能です。また接触やスライディング、ヘディングも禁止。さらに相手がボールを保持しているときは自分から取りにはいかず、パスカットを狙いましょう。今回はキーパーを設けず、全員がキーパー役を担います。緊張の一瞬、みんな思い出してごらん。一生懸命汗を流して共に笑い合ったあの日々を。選手入場。みんなで心一つにして頑張っていこう。おう、行くぞ。お前たち初心者に負けてもいいのか。ダメだよな。行くぞ。おう。これあれ、どこにいるんですか。どこにいていいの、これ私は どこにいればいいの。そういうことか。で、これドリブルしていいんですか。え、はい。やばい。あ、そういうこと。あ、そういうこと。あ、そういうこと。そういうことか。ちょっとまだ分かっていない。もうこれ1点入っちゃったってことですね。あら。頑張ろう。これすごい近くにいればいいみたいなことですか。これこれは、え、これ、ね、私邪魔じゃない。ねえ、どこにいればいいんですか。ねえねえ、はい、あ、すごいすごい、あ、はい、はいはいはい、私、あ、やったやべ仲間が、いけ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 、シュートシュートあ、違う、はい、そう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 、あ、そっか、キーパーもしていた、キーパーも。やめろそれ。ありありでしょ、でも。これ3人ゴールキーパーがいていいんですか。一人ですわね。1点を追う展開の中、吉丸チームにチャンスが。はい、おっ、しかし、あっさりと逆転ゴールを許してしまう吉丸チーム。後がない状況の中、見事な連携で同点ゴールを叩き込みます。現在2対2、そして2点新人が入れてます。うちらも頑張らないといけん、はい、サポートのおかげで、いや、もう頑張ろう、仲間のおかげで、いきましょう。負けてらんねえ。あと1点、よっしゃ、ナイス、いいですね、いいですね、いいですね。
いいですよ、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 すごい、そっち側だけ、いけいけいけ、この後も拮抗する試合展開に選手が動き出します。うわ、ちょっと待ってください、すいません、今びっくりしたんですけど、びっくりしたんですけど、ウォーキングサッカーなんで、ウォーキングサッカーなんで、どう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 、いけるあ、やばいやばい、いけるぞいけるぞいけるぞ、よっしゃー、負けたー3点入れられた、お願いします、もう1試合お願いします。わかりました、とパスを10回つないで先に1点取った方が勝ちにしましょう。よし、絶対勝ちますに走った走ったた、はい、ヘイヘイ、1 2、そうか、遠くにいないといけない、3、はい、シュートシュート、やばーいゴールゴールのコース守ってゴールのコース、あーやばーい、もうこれは負けだわ、これは私の負け。みんなはすごかった。あー疲れた。疲れた。ウォーキングサッカー体験させてもらいましたけど、私の動きいかがでしたか？自分たちがボール保持してる時にすごいこっちこっちこっちってパス出してっていうのをすごいアピールしていただいたにもかかわらず、パスを出すことができず、そして守備の時ももうちょっと左って正確に動いていただいたにもかかわらず失点をしてしまうという力不足の面がありまして申し訳なかったです。でも楽しんでいただけたみたいなのですごく良かったです。めちゃくちゃ反省していただいてますけどまあでも本当になんかもういろいろ忘れて体を動かすっていうところがとっても楽しかったですし、皆さんがねまたね面白いわそこにも乗っちゃってさ、37歳頑張っちゃったわよっていう感じ選手の皆さんは今シーズン、そしてねまたこれから新富の PR 活動などなど、もう本当にこれからもますます頑張っていただきたいなと思います。ホーム開幕戦が1号宮崎新富サッカー場にて3月17日に開幕いたしますので、ぜひ会場に足を運んで選手の後押しをよろしくお願いいたします。皆さん会場に行って応援しましょう。お待ちしてます。待ちします。誰でも気軽に無理なく行えるウォーキングサッカー、皆さんもご家族や友人と様々な環境で楽しんでみてはいかがでしょうか。